お様の袋をいただきます。皆様こんにちは、私は青森県八戸市八戸御用神楽と申します。皆様の中には獅子舞というふうに、見受けられるかとは思いますが、私たちは獅子頭のことを権現様と呼んでおります。権現様というのは権力の権ですね。で、現れる権現格です。目に見えない神様のお力を姿が表したということで、目に見える形となったというので権現と呼んでおります。獅子頭にはそれぞれの名前がありまして、込められた様